皆さん、こんにちは、ゆうきです、えー。本日6月15日ですが、えー、ビットコインの、ね、チャート分析やっていきたいと思います。えー、他の、ね、アルトコインも、ね、やっていきましょうか。ねえー、今晩ですね、FOMC がありますが、えー、投資家の皆さんは、えー、金利がですね、FRB が、えー、0.5%引き上げるのか、それとも0.75%マジで引き上げるのかというところに、 まあ注目が集まっているんですがまあそれによってはですね、えー、株式もビットコインのまあ下落もですね、うん、まあどのぐらい落ちるとかっていうのはね変わってくるんじゃないかなとは思ってますねはいそれでは、えー、まずビットコインの円建てになりますが前回ですね、えー、これ週足だねうん、えー、このチャンネルですねうんあのー、ついにねつけるこの下,ら下のね、えー ラインをつけますよって、ね、そして割りますよっていう話したんですねで割った場合は、えー、前回のこのピンクのこのラインですね,ね何回も要するにヒゲを残して変われるひげを残して変われるひげを残して変われてひげを残して上昇していくというこのレベル、えー、318万ぐらいですね、うん、を、えー、つけた時に、うん、またまあ 買われるのか同じようにでこちらもそうですねここ300万あたりですねひげを残してひげ、えー、を残して買われていくっていうこのレベルまあどちらかつけるとは思いますそれと、えー、ここに、まあ、EMA があるんでここでね一度はまあ反発するんだけどまたうん、えー、下ってきてね あの下行くんじゃないのっていう話しましたねまあ一応週足してみるとまあ、現在ですね286万のレベルになってますね、えー、もうちょっと細かく見ましょうはい日足になってますがまあここ308、ね、万のラインここのレベルで、まあ、買われたレベルですねうん 少しはまあ <laughs> 買われたみたいな感じなんですがはっきりしてなんか全然機能してませんねここもうんここも全然機能してません、えー、前回ですねこれだけ何回も買われて何回も何回も買われたわけです頻繁を残してそして上昇したこのレベルは、えー、投資家はですねほとんど、うん、買われなかったっていう買わ,買わなかったっていう話ですね うん、そしてここの下のここのレベルですね300万ラ,ンラインぐらいかねそこでも、えー、ほとんど変われずにほとんど変われずに、まあ、下抜けたっていう話ですね。はいということで、まあ、前回私が言った仮に、えー、EMA でねリバウンドしても変、えー、われてもまたね 下って戻ってくるよって言ったっていうことで、まあ正解しているってことでいいですね。はい。えー、それではですね、今後の値動きなんですが、はい、前回です、ね。え今回ですね、286万年、ね、の価格を今指していますが、ええー、FOMC があるので、まあ、どちらにしてもですね、ええー。 落ちるんじゃないかなってことを思ってますね。まあ上がったとしても落とされるし、ね、うん、上がることなく落とされるか、まあどっちかですよね。うん、どちらにしても下目線はあの継続ですね。で、それにですね、えー、決定的なのはこのチャンネルというかね、あのここをね、うん、これ割って このラインを割ってしかもこの下のラインを割った時点で投資家の意識っていうのはもう下目線にもう向いてるわけですね意識的には、うん、だからもう上はないって話ですねこっから上いくとか、うん、そういうふうに考えた方がいいですよねこのまだねピンクのさここここのレベル320万で止まってるとかね、うん、下抜けないって言うんだったら 投資家はまだね買ってくる余地があると思って、ね、こういうところであの横展開したりねじゅあの上に行ったりっていうことねするかもしれませんが、うん、もう割ってきてるんで、えー、投資家の皆さんが上はないなって思ってる人があの多いわけです多いわけですっていうかそういうふうに見るわけですよねだからもう下しかないって話ですね。ということで私が言ってるに、えー、円建てで190万っていうのは。 改善性出てきててきるよねねって話です、ねうん、だけどこの190万っていうレベルの話はもうはっきりしてここら辺からずっとしてるわけですね。ねうん、で今回この暴落っていうのは大暴落になるよっていうこともここのレベルぐらいから、ね、言ってるわけですね。うん、だから、まあ、合ってますね大体、うん。このまま190万向かうかなって話ですね。 で、190万になった時にじゃあどうするのかってことがまた問題ですよね、えー、動画初めての皆さん、えー、私はですね、えー、ビットコインや株式が現在ね暴落中の中、えー、次のバブルに向けた戦略を視聴者の皆さんと、えー、立ててるんですね。うんえー、ビットコインね暴落していいよいよ崩壊だと、ね、終わったーっていう動画たくさん上がってますが私はいやいやいや ビットコイン終わったじゃないいよっっってて、うん、うことをね言ってるわわけです、えー、終わったじゃなくて次のバブル相場に向けた戦略私たちが勝つためにはどう,すどうした戦略を取るのかということについて、えー、動画の中で話していってます、はい、それなんで動画初めての方はチャンネル登録をしてですね、えー、私と一緒に次のバブル相場に向けた戦略何を買うのかどこで買うのかっていうねことについて 動画を見てていいいっほしいなと思います、はい、それでは、ねえー、本日の、えー、続きですねえっ、ー、と今285万ね、うん、190万までいきそうな雰囲気は、うん、ありますね、うん、だから190万のこのレベルになった時っていうのはどうするのかっていう話ですね、うん、あのここがそこだと思って買うべきなのか買わないべきなのかっていうことは、えー、株価を見てですね私は決めていますね であと他にもですねあの概要欄に動画貼っておきますがこのバブル相場はどこで止まるのかっていうのはあのテクニカル的にもうね出てるんです、はい、その動画は概要欄に貼ってあるんで見てくださいそうなるとこの190万のレベルっていうのは割ってくる可能性があるんですねだけど実際はどうなるかどうか分かんないから、まあ、リアルタイムで見ていこうという話になっています はいえー、190万まで落ちたときに株価がどうなってるのかっていうのをね、あのー、見て判断したいと思うので、えー、動画をですねあの必ずあの継続して見ていってください、えー、FOMC でさらにここからねダーンって、うん、下げるんじゃないのとは一応見ていますね、はい、ビットコインにだからあのイーサリアムもアルトコイン XDC リップルステラ、えー、もうえー 下がるんじゃないかっていうふうには一応見てます一応ですよね大事なのはビットコインが着地した時に他のアルトコインを、えー、買うってうことですねうん。もちろん単体のチャートを見ていくのもまあ大事なんですが基本的には、えー、ビットコインとイーサリアムの価格の値動きっていうのはアルトコインに影響しているのでそのビットコインとイーサリアムの、えー そこでアルトコインを買っっっててていいくうのが戦略一致になってます、はいはい、続いてこちらはドル建てになってるんですが、えー、ビットコインの円建ての190万のレベルっていうのはドル建てで言うとこのレベルなんですねこのピンクのレベルねでこう見るとねあのドル建ての方うが先行してますよね先行してるっていうかさ、ね、もうすぐ190万のレベルなんですね うん、だから、あのー、円建てとドル建てはドル建てが下がれば円建ても落ちるしドル建てが上がれば円建ても上がるしドルてててが下げてるのに円立てだけけ上がるってことはないわけですね、うん、だからこの190万のレベル1万8000ドルのレベルっていうのは、えー、ドル建ての方が早くタッチするっていうね、あのー、見方ができますね。 はい、それなんでただ仮にじゃあ1万8,000ドル建、えー、てがつけた時に円建てはひあの180万190万レベルにはなってないわけですがその後反発して、ね、円建ても反発して190万200万ライン届いてないじゃんってことになるのかって言ったら、えー、ドル建てはおそらくですねこの斜めのラインとこの下の斜めのライン。 の。あのー。抵抗で上がったとしても、落とされるっていうね、うん、形を作ると思います。これね。ここ。あと、この斜めライン。があるんで。おそらく上には、まあ、相当。何かがなければいけれ、いける。いけるないよねって話ですね。うん、だから、あのー。同じように、このまま。 停滞するか上がっても落とされるかとかねまあそう横展開するかとかねうんこれ斜めラインこれ効いてくるかどうかまあ分かんないけどねとりあえずは引いてあるんだけどさね <coughs> このピンクのラインはまあ効いてくる,く,くると思いますね多少なりともですようんここあの過去もみ合ってるからねここねこれだけ。 うん、横に動いてるからドル建ても円建てもここつける時っていうのは同じように横に動くとか反発するとか少しは変われるとかっていうアクションがあると思いますはいそれなんで引き続き、えー、<coughs> 円建てもドル建てもちょっと声が出なくなってきた円建てもドル建ても見守っていきたいと思いますそれなんでアルトコイン行きましょう はい、こちらで、エイサリアもなってますね。エンタテになってますが、いや、すごい落ち方してるね、それにしても。<laughs> ねうん。アートだね、本当に、チャートは。はい。えー、12万、この白いレベルですね。うん。ところで、一応ね、買おうかなっていうことは、あのー、思ってるんですけど、うん。ビットコインが、まあ、どうなってるのかっていうことを見ながらね、あのー、 買っていきなりたいいたと思いますでこの買うっていうことなんですがあのちょこちょこ買うってことですね皆さんね、うんあの前回ステラルーメン俺13円で買うよってね言ったじゃないですか一応ねちょこちょこ拾いましたよちょこっとだけねうんはいそれなんであのいきなりたくさん買わないってことですね、うん、仮にイーサリアも12万でちょこっと拾ってねあのビットコインがまださ 予定通りの価格にそこつけてないと、ね、予定してる価格つけてないと知っ、うん、たらさ、ね、イーサレンもまだ落ちるってことになるんでこういうところとかさ、ね、まで落ちるってことになるんで、えー、12万で買って、ね、9551円で買ってとかっていう話になるね9551円9万だね ごめんうん9万、うん、<laughs> 9,000のわけないよね <laughs> はい12万で買って9万で買うとかさ、うん、そうやって分けて買うってことですよねうんまあそこをね当てるってのはねあの難しいんでね当たると思って買わないってことですね基本的には、うん、やっぱりまあ段階的に買った方がいいよねって話ですねだからお金の使い方は 一気に変わらないってことです。うん、そこがポイントじゃないかなって思いますね。はい、イーサリアム、終わりはい、ステラルーメンのね、円建てになりますが、現在ね、十四円ね。うん。え十、ー、三円になったらね、まあ、私買うよと、ね、いう話してましたが。まあ、ちょこっとだけね、広めますよ。で、ビットコインのね、価格がまだね、落ちると。うん、イーサリアムも落ちるというふうに見てるから、ね、九円から十三円で。 あのー、見てればいいんじゃないのって、一時的な目標としてね、うん、いう風には言ってるんだけどさ、ね、ビットコインがあれだけ落としてるのに、ね、イサラエルももう、急落してるでしょ、だけど、イスあのセラルーメンは、あの前回と同じような場所にいるよね、15円とか15円とかさ、前回分析した時もそうだったでしょ、だから、あのー、下げしぶってんですよ、すでに、もうね、結構限界まで来てるって話ですね。うん だから本当に大幅にビットコインがあの落ちなければ9円はないってことなんですよ、皆さん、ね、9円っていうことは言ってるんだけど、うん、だけど、まあ、可能性はなくはないんだけど現実問題、もう結構下げてる、ね、下げ渋ってるって話ですね。この前回のこの水平線、ここのレベルもう結構な、うん、岩盤になってますね、ここね。ここ うん、だから、あのーまあ、今ちょこっと拾ってさ、ね、さらに落ちても変えるようにしとけばいいんじゃないのっていうことは思いますね。はい、えー、ステラルーメンはこの青いねこの線を抜けてこの緑の線も抜けなければ上昇大きいね上昇は期待できないので、ねまあ、こう下げていってここ。うん 緑つけても緑くぐってもねこの水色の青水色しね緑の線があるしさねここがあるしさまあこういうふうにいくんじゃないのって話ですねはいリップルになりますが円立ての現在ね41円ねで46じゃあ36円になったら私はねあの買いますよってねここつけたらって言ってますが。 もうちょっとでね30円なりそうなんだけどね、うん、ただテクニカル的な観点で言うと36円のここの緑のラインはあの必ずつけると思ってますねあのー、ステラルーメンがさ今30いくらだったっけ、えー、30じゃねえや <laughs>、えー、13円で下げしぶってるじゃんね、うん、だけどリップルはあのー じゃあ下げ渋ってるかって言ったらまあ下げ渋ってはいるんだけどテクニカル的な観点から見て36円つけるなってことを思ってるわけですね、うん、だからあの36円つけた時に、まあ、ちょこちょこって拾いよって話ですね、うん、で落としてくると思ってますこれははいそれなんで皆さんもまあ、あの真似しろっていうわけじゃないんだけどさねあの36円のレベルっていうのはあの、まあ、考えてもいいんじゃないのってことを思いますね次の,あのバブル相場に向けた 買いいいのポイントととしててはは悪くないはずですすっていうことを思ってますもちろんねこの36円の下を切ってきて例えばさ、ね、26円まで行く可能性、うん、あるかもしれないよあるかもしれないけどさけどこの36円のレベルで買うっていうのは、うん、悪くないよって思ってますねもちろんね26円と36円じゃ10円も違うじゃないかって思うかもしれませんけどね皆さんそうじゃなくてさ ね、上がってしまえば36円だろうと26円だろうと関係なくなるからねそういうもんでしょ26円でも36円でもバブル相場が来てね上がってしまえばんなのどっちだってよかったよねって話になるんですそういうもんですよねうんはいそれよりもね仮に26円に来なくて買えなかったらどうするのって話ですよ、ね、だからねっ3ねこの6円だっけ うん、この緑のラインっていうのはテクニカル的にはつけると思ってるんでね、うん、えー、それよりも26円になることをねあの、うん、30何て言ったっけここか26、ね、円7円まで待ってたんだけど待ってたら落ちてこなんで買えなかったっていうのは、うん、なんかさふざけんなって思うでしょ。うん、だからあの どれよりか、ね、確実なここで買うわけですよ36円で。っていうことを私は思いますけど皆さんあの皆さんで考えてください。ね、はい、リップル終わ割はい、XDC ですが、えー、0.02ドルね、うん、これもさまあ下げ渋っちゃいるけどね、うんえー、ちょうどここサポートされるとこだね、うん、ちょうどね0.029ドルね今はい、えー、下は こ,こ0.017ドルです。で、上は0.04ドルですね、うん。で、ここが一応サポートされるとしたら、うん、0.029ドルから0.041ドルの間を、うん、まあ、もむかもしれませんけど、ねうん、ただ、最終的には、ここ。 0.018ドルまあ目指してくる可能性は高いんじゃないかなってことを思ってますねうんはいそれなんで、えー、私もこれはね不み損です今ね XDC はだからあの XDC ホルダーの方あの聞いてる方いると思っているかもしれませんけどちょっとね怒らないでくださいねはいそれなんで ただそんなことよりもね、次のバブル相場に向けた戦略として、XDC をどこで買うのかとか、他のね、あのアルトコインをどこで買うのかっていうことに、あの、注意していった方がいいよねって話ですね。うん。はい。それではね、今回の動画はここで終わりにしたいと思いますが、え戦略一としてですよ、ね、ビットコインとイーサリアムが底をつけたときに、他のアルトコインを、まあ、拾うという、ね、一つの、まず戦略。 これを、まあ、注意して私は皆さんに、えー、情報を、ね、あのお届けしていくんであの、続きをね、必ずチャンネル登録とグッドボタンを押して、えー、ご視聴ください,、はい。それと戦略2を考えています、私。ね、戦略2としてはこういうことです。はい、戦略2をあの説明しますね、えー。暗号通貨っていうのはですね、皆さんね、これ例えばビットコインキャッシュですが、 年、ね、ここ17年、うん、で今2022年じゃないですかねで今価格はビットコインキャッシュは1万6000円だね今日はね1万6000円でさ2017年のね、うん、このチャートがスタートしたこのまあチャートで言うならだけど、ねうん、もうちょっといいやこっちにしとこうか。 ここで多くの人っていうのは多分この2017年のバブル相場のあと2018年頃から買ってる人の方が多いのかなどうなんだろうね皆さんは何年から買ってますかあのよかったらですねコメントに皆さんねあ,のあなたは何年から暗号通貨を買ってるのかっていうことをもしよかったらあの書いてもらえません 私は2018年から買っていていまだその時のクリプトを握ってますよとかね、うん、私は2019年から始めて、えー、その時の仮想通貨握ってませんけど2020年から仮想通貨握ってるものありますよとかなんかちょっと教えてほしいですね、うん、お願いしますはいんでかっていうと次のバブル戦略の えー、戦略2としてですねこのバブルを作ってバブル崩壊させる、うん、そして連日してバブルを作ってバブル崩壊させるみたいなさこの値動きあるじゃないですか。ね、要するにガチをするべきなのかそれともガチをしないべきなのかガチをするんだったらこういうふうにしないとダメだよねとかガチ砲しないんだったらこういうふうにしなきゃダメだよねっていうようなあの私の考えがあるので。 それを戦略の2として皆さんにちょっと話したいと思います。はいそれなんで、えー、次のバブル相場に向けた戦略1はねどこで買うのか安く買うっていうとこですね。うん、それと戦略2として次の、ね、皆さんバブル相場がこう来るじゃないですか。ね、上がってる時におおすげえ上がってくって興奮するわけですね私たちは。だけどねそれはもうすでにどうするべきなのかねそれまたバブル相場作ってねこの バブル崩壊を次もね、経験するのかって話です。それについてちょっと話していかないといけないよねって話ですね。はい。それなんで、今後もですね、私のチャンネルを皆さんね、あのよろしくお願いします。はい。それではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。